お母さんがの使い方でやりたいと思います。これお母さんどういうふうに使ってるの？白いの iPhone 全体に塗って。こんにちは、えっちゃんです。いつもと全然違う顔。いつもと全然違う部屋。実家に帰りました。そう、私は。実家、特に理由はないんですけど、今日はお化粧道具がないので、お母さんの化粧ポーチを借りてメイクをしてみよう！お母さんね、今斜め前にいるんですけど、じゃん。すっぴんなわけですよ。ちょっとこれじゃ外を歩けないし、ということで、はい、お母さん。あ、これ化粧ポーチ？うん、それしかない。これだけ？それしか。だってそれでことが足ります。ことが足りる。化粧ポーチこちらだそうです。これってさ、化粧ポーチじゃないんじゃないの？スマホ入れとかじゃないの？そうかもしれないけど、あるものを使っている。これは一体何なんだろう。これでメイクします。ちょっとじゃあ、中身見てやっていきたいと思います。なるほどね。結構、ない何もないんだい。じゃあまずはね、ベースからいきたいと思います。白いタイプなんでカバー力っていうよりは下味かな。はい、うっすらついてるこれは間違い探しか何かでしょうか。ファンデーション、こちらも D プログラムかな。これはちゃんとファンデーションって感じで色がつく。照明もいつもと違うからさ、てか照明ほぼなくて、一生懸命家にあるライトを寄せ集めたんで、ちょっとすごいビカって感じなんですけど、今こんな感じです。はい、なんとアイブロウペンシルがですね、チフレのグレーです。使ったことないグレーのアイブロウペンシル、どうなっちゃうんだろう。だってね、眉毛いつも茶色なんで。でもグレーってあれだね、元の眉毛の色に近いのかな。どう？グレーデリシーね。だよね妹さんみたいになってたね、今ね。でもこれ以外ね、やりようがないんで、これでからのチフレグラデーションアイカラーって書いてある。まさかのピンクとか紫系。これもアイシャドウかな。資生堂のピンクのアイシャドウ。意外と濃いピンクがあるね。で、お母さんがの使い方でやりたいと思います。白いの iPhone 全体に塗って、ピンクをうっすらと指で塗る。紫をのせる。はい、ということでこちら、じゃん。どう？紫のアイシャドウとピンクとあとブラウンが入ってます。ということで、ここまで来たんですが、続いてアイライナーかな。なるほどね。使います。意外としっかり描ける。じゃーん。むむ。眉毛がやっぱ気になるね。目だけ見たらなんかいけるけど、前髪あるんで、ごまかせる気がする。はい、チーク。肌なじみのいい、ちょっとオレンジっぽいピンクですね。こんな感じかな。リップもピンク系がいいのかな。はい、なんか多分リップと思われるものが3つあります。今回は、こっちの赤系、ピンク系のやつでやりたいと思います。真っ赤なリップ普段してるからね、わからん！ついてるか。これでいいのかな？できましたー！前髪もね、ちょっと下ろしてみます。ということで、お母さんの激ちっさビームス謎のポーチお借りして、フルメイクやってみました！でもなんか眉毛だけやっぱちょっと気になるけど、前髪でこうやって隠しちゃえば、最悪これ眉毛描かなくてもいい説もあるんだけどね。ちょっとけばく見えるけど、なしじゃない、みたいな。お母さん、どうですか？いいんじゃないの？割と綺麗だよ。本当？若い時のお母さんに似てるのかもしれないです。ではね、皆さんこちらの動画面白かった。えっちゃんの実家もっと見てみたいなって思った方は、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。またね、コメント欄でえっちゃんにやってほしいことなど、ぜひコメントよろしくお願いします。それでは皆さんまたお会いしましょう。バイバーイ。お母さんありがとう。